空太郎すももこすばるのすけのお母ちゃんのバボです。ここのところ天気に恵まれなくてなかなかキャンプに行けなかったので、思わずポチッとしてしまいました。ポチリをしてしまって、それが今日届いたのでそれをちょっとご紹介できればなと思って動画撮ってます。思わずポチッとしてしまったこちらです。カッターがまたこういう時カッターとかをねちゃんと持ってこないというこんな感じに入ってます。まず最初はジョエンドレインボーオイルの1リットルです。これ初めて買うんですけど、なんか優しい香りで高い防虫効果。すすが出ないので、室内でもクリーンに使えます。ユーカリミント、天然ハーブ成分入りだそうです。防虫効果が高いということで、買いました。で、基本的にもう、私冬キャンが多いので、ほぼ虫はそこまで出てはいないんですけど、最近やっぱりちょっと気候的に暖かくなって、てるのでもう今の時期になってくると細かい飛んでる虫が結構出てきますね。なのでちょっと光とかに来ないようにということで一応今回これ初でどんなもんかちょっとわからないんですけど買ってみました。これが1本とそれとあったわお茶が入ってるけどこれオイルランタンの芯です。こんな感じ。結構太めです。最近ちょっと使ってない大きいオイルランタンがあるんですけど、なんかそれのもう芯がなくなっちゃったので、ちょっと使うか使う前か悩んだんですけど、一応購入してみました。これが2つ目。何気に煎茶おまけでついてます。ここの、楽天で買ってるんですけど、ここのお店はなんかオイルランタンとか置いてあるので、結構好きですね。そして、デイツのオイルランタン、ハリケーンランタンですね。買ってしまった。よいしょ。よっこいしょっと。また芯が、こんなについてます。ちょっとかっこええなぁ。でーん。デイツの黒の、オイルランタン。こんな感じ、こんな感じ。かっちょええ。もうね、中にもうすでに、あ、何それ。中にすでに芯が入ってます。このついてるのは替えの芯で、ちょっとね、悩んだんですよね、デイツ。買っちゃいました。で、これが3000円ちょっとで売ってました。なので、とっても、デイツって、お手頃なので、すごく買いやすかったですね。私結構ランタンが好きで、ちょっと、すばる、じゃあこっちをね、こっち、はいはいはい。ランタンを、だいぶ持っているので、それの紹介を。あとは、まぁ、ちょっと部屋の中ですけど、ちょっとつけてみようかな。いや、どうしようかな。今度、キャンプ行った時に光はやろうかな。